さあ残り800を切りまして、車を上げた山崎、さらに前段に上がっていきそうです。正攻法トライオヘイ、これを抑えた山崎照信、しかし早くも外から東哲也が踏み込んでいます。さあジャン前にコーナー、東哲也がどうやら抑え返すんでしょうか。さあジャン前の攻防から東がスーッと前に出る、内で山崎照信が合わせましたが、東哲也がこれを抑えています。山崎照信どうするか、内からちょっと狙っていこうという感じ。さあ内を救った山崎照信、仏田和夫の連携は離れました。しかし東哲也2番手、その後ろを仏田和夫がさばいています。いや、1番の山崎は4番手、8番の戸田洋平が7番手です。ほぼ縦一本の体勢、逃げるのは山崎照信ですが、苦しい短期逃げ、差を詰めて東哲也が番手まくりの展開か。しかし3番手から踏み返す仏田和夫、さあ仏田がまくって、ここで東哲也を抑え込みました。あとは後方から戸田洋平のまくり追い込み、さあ戸田洋平の大まくり、あるいはどうでしょうが、前は混戦5番の仏田が合わせて直線コース、先頭は山崎照信、しかしどうでしょう、追い込み勢からは4番山本か、最後は山本博明完全優勝か、内からは差し返した仏田和夫。